8月27日、大阪教区は、オジバ伏せ込み総出ヒノキシンを実施し、教区管内の教会長、養牧、信者らが親里に帰り集いました。こうやって皆さん方一堂にオジバへ帰らせていただいた。ヒノキシンに際し、挨拶に立った松井隆一郎教区長は、オジバに帰らせていただいた喜びの心を持って、ヒノキシンに取り組もうと呼びかけました。という心を持って、大阪教区では昨年総出ヒノキシンを行う予定でしたが、台風の影響によりやむなく中止に。連載活動1年目の今年、改めて計画しこの日を迎えました。夏空の下、館内32支部の教諭およそ1500人が西境大地いっぱいに広がって除草ヒノキシンに汗を流しました。なかなかね、コロナで集まれる機会がなかったので、今年また改めてこんなたくさんの人数で集まれてまた嬉しいですね。子どもたちも他の お友達と会えてすごい嬉しそうで来させてもらってよかったです。大勢でさせていただく中で感じる喜びだったりとか、あ、こんだけ多くの教諭と年祭に向かって勇んで務めさせて歩ませていただいてるんだなっていうことを、またこのお膝元でさせていただけるっていうことが本当にありがたいなと感じさせていただきました。大阪は、道の玄関大阪というふうに言われております。もう大阪に、おじばに近い我々が一番率先しておじばへ伏せ込ませていただいて、それぞれの地域ところどころに花を咲かせるということになりますので、これからまた教区単位でなるかどうか分かりませんけれども、支部単位であろうが教会単位であろう あるいはまた個人単位であろうが、しっかり地場へ伏せ込ませていただきたいなと、そのように思っております。